阿部寿司の岩木浩二です、この度、こっちここ日本大学、美術と、ちょっと待って邪魔してる人がいるだ邪魔しない邪魔しないあのやっぱりほらそうやって出演するつもりやっぱりなんか硬い空気だったからあ、そうかそうかそうか声のやっぱり一番緊張するんじゃない緊張しないところもアホ寿司の岩木浩二です、この度日本大学美術棟にあるギャラリーコルボーという素晴らしい美術館で、スカイパーテンをというものをやらせていただくことになりました。でスカイパーテン、スカイパーというものですね、DVD の名前でして、僕岩木浩二と三田村隆信と徳差健吾君の、作品アルバムのような、扱いになっている DVD でありまして、それの完成を記念しまして、美術館でスカイパーテンをやっていただこうと思います。この展示の内容はですね、この数ヶ月間、2、3ヶ月間の間に行われた、約40万文字のチャットの内容をプリントアウトして部屋中に360度パノラマで張り巡らせるというチャットをパノラマで張り巡らせるというちょっと、ユニークな展示になっております。プラス、そのスカイパー DVD の上映会でプラスそのスカイパーの DVD の中に、収録されていない、おそらくスカイパーの第2弾に収録されるであろうムービーも収録されておりますので皆さんぜひ、いらしてください。よろしくお願いします。